そして一掃してしまいには棺桶にぶち込んでやったっていいんですこんな奴ら。ごめん殺せよな野郎。それ以来我々はそれぐらいの気概がなければ今の日本というもの、そして日本国の将来、全く真っ暗闇なのであります。